こんにちは、こんばんは、さけてです。今日は前回先輩と行きました三重県津市の都寿司にもう一回行ってきた模様をお伝えします。まあ、前回大ボリュームのランチでかなり満足できたんですけども、今回はさらに上のですね、まあ、3000円のコースを予約して行ってまいりました。どうですか、カキフライの、まあ、ご覧のような上品な和室の個室に案内いただきまして、まあ、昭和40年代男が若い時に聴いたミュージックを聴きながら食を進めました。で、いろんな料理全10品以上がもう次々と小鉢で運ばれてきました。中日は、まあ、注目のこう打者は誰でしょう。あのね、メジャーで41本食いたアキーノっていうのが入って、うん、今まで長打力不足だったんですけど、うん、かなりそれが改善されたんで、うん、今年中に強いと思います。マジですか、アキーノ。アキーノって言うんですよ、ね、多分どべではなくなると思いますね。なるほど。根尾は中継ぎで投げて先発目指してますけども、2軍です今、うん。まあ、妥当な、うん、じゃあ第1回戦覚えて肝内臓なんか内臓だと思うんですよ。ブリの内臓ですちゃいましたね、そのミーですよ。ああ、よかった。ランチっていう夜の懐石料理ですね。うん、いただきます。うん、結構コシがあって美味しいですね。何が？どんあ、どうでした、え、サザエどうでした。美味しいです。美味しいですか。磯の香りがして、うん、何が一番美味しいですか。カキフライです。あ、カキフライ、あ、カキ、サケティーも、サケティ的にはアワビがなんかインパクトあって面白かったです。すいません、アワビなんてないですけどこいつ、貝ですね。サザエですね。サザエがね、面白くて美味しかったです。はい、完食しました。どうですか。完食してないじゃないですか。完食してない。あの、こんな感じで食べきれなかったらお持ち帰りできるようにタッパーを渡してくれました。どうですか、3000円ランチコース。え、僕は美味しかったです。完食しました。完食しました。ペロッと、いいですね。サケティは完食してないってことはどういうことですか。いや、あれ美味しかったんですけど、ちょっと朝ごはん遅かったんで。それってちゃんと計算してないんですよね。そうですね。想像力がないですよ。あの、よく言われますね。今日昼ごはんに爆食するから食べるのに、なんで10時30分に朝ごはん食べるんですか。10時ですけど、まあ、11時半。はい、おかしくないですか。まあ、もう残す絶対ですね。もう機会できるって知ってたんで。あ、そうですか。想像力が欠落してるんですよ。まあ、最高な。